ポップアップ、吉村が広瀬アリスに汗いじり発言無配慮に非難の声も。2022年4月29日金曜日放送のポップアップに広瀬アリスさんがゲスト出演されました。番組中、汗が止まらなくなってしまった広瀬さんに対し、カメラを外しているにもかかわらず、わざわざ汗をかいていることを伝える発言を繰り返した吉村さん。 吉村さんが発言した内容や SNS での非難の声などまとめました。2022年4月29日金曜日放送のお昼の情報番組ポップアップで映画ラジエーションハウスの番宣も兼ねてゲスト出演された広瀬アリスさんと久保田正隆さん。声優として出演されているバブルの舞台挨拶で 大量の汗をかき舞台を降りられる場面もあり心配されていました。そんな中でのポップアップ出演。出演されてしばらく経つと、額に汗をかく広瀬さんが、騒いだら熱くなっちゃった、と服を煽るようなシーンも。そしてカメラが広瀬さんを外して久保田さんを映している際その時点では広瀬さんが発言したりはなかったのですが、ティッシュをもらっているだろう瞬間も。 ティッシュを取る音が、など引き続き発言。そこで広瀬さんは、続けてください。私はしばらく消えます、と話し、汗を拭くために分けられました。そこで遠藤健一さんの VTR や CM が入り、戻ってきた広瀬さんも普通に参加されてはいましたが、体調不良による休養を発表されたばかりの広瀬アリスさん。 映画の番宣も兼ねて出演されたポップアップでしたが、やはり体調が思わしくないのか。また汗をかかれる姿が、放送されないよう考慮しカメラを外しているにもかかわらず、広瀬さんの汗をいじる発言をした吉村さんに対し、視聴者からは非難の声が上がりました。トークができて、司会もこなせる芸人さんだからこそ、破天荒さは芸人のお仕事の時に発揮していただいて、 情報番組出演時は少し周りの空気を読んでもらえたらといった気持ちになってしまいましたね。